でこれで火ダメで溜まって次からまた立て直せるっていうのでまた1ターン目に戻ります。へえ、まあいいじゃないですか。今のかっこよかった。ここで変な事故が起きないけど、よっとおっとおっと、はい、こんにちは、みささぎです。こんにちは、さとしです。もちゃげです。はい、やっていきましょう。おーい、やっていきましょう。何をコメンツ、コメンツから何やるかよ。コメンツ読みながら考えよう、うん、何するか。斬新だね。はい、今回はですね、うん、僕がいなかった時ですね。はい、じゃあもちゃげ読みますか。まだ拾いますか、はい、じゃあ新ユニット、うん、リオネさんとセージュ。リオネですね、うん、9月23日これリオネスだけ弾けなかったけど、それ結構いい弾きをしたんですよね。してた。いい弾きしたのに、なんかね、こうちゃんがね、うん、それじゃないんですよねってなすげー言ってくんの。言ってた。そう、すげーね言ってんの。予言も当ててさ、でなんか10連で確か2台かな言ってた。でもこうちゃんがリオネスなんですよねって言そう、いやらしいの。はい、ということで、うん、今回はリオネさんとセージュの2人が頑張って弾いた回ですね、うん、はい、頑張った、はい、ちょっと見てみますか。最近ダイヤ部職で、ガチャが引けぬ。それどっちなの、5時なのか、モジャゲなのか、どっち。僕です。僕が噛んだだけです。しかも言い直して見えないんだよ、ね、言い直して噛んだよね。ねすげえ。なんてダイヤ不足でガチャが引けぬ。3周年の時みたいに毎日ダイヤ配ってくれよ。今配ってるんだけどね。15日まさに、ちょうど今まさに配ってる、ね、まさに配ってますね、うん、まあ、ちょいちょい多分配ると思うのでね。ね、はい、チャンスを逃さず、うん、ね、漢字難しすぎてマジで読めない。振り仮名振ってほしいですね。わらわらわら、欲しいよね。欲しい。そうですね。で、なんて読むつもりで本当書いたのか気になりますよね。の読みは放流破信の行欲なのでは。あ、リオネスの、ね、リオネスのリーダースキル読めない。言われてみると確かに、まあ、確かにって思っちゃうけど、相撲の大砲のその場でパッと流れてないよね、うん、はい。リオネスっていうと某大罪人が主人公の国の名前を思い出す。ああ、7つのね。でもね、違うんですよ。これね、このね、なんか そのコメントにね、なんか同じくってあるじゃないですか。はい、違う、はい。この人の作者の前の漫画にいたんですよ、リオネスってキャラが。へぇ、ゴルフの漫画の名前が。いたかもしれない。どうでもいいね。いや、すごい勉強になった。なったんだ。うん。あとはリオネスを初めて聞いたとき、どっかで聞いた響きだと思ったら、同じ火属、炎属性のリネスがいましたね。あ、リネスね。確かに。僕らなんかリオメルグさんと何かあるんじゃないかって言ってね。でもあれは、そこだったらありそうですね。ね。なんか言うてましたね。うん、そろそろまた可愛いユニット選手権やってほしいな。あ、やっぱり。まあ、前回もありましたけどね。やるか。そろそろ、近々やりましょう。うん、そろそろ近々。そのうち、確実に。きっと。うん、おそらく。虹扉の左下タップすると黒扉出やすくなるよ。絶対だな。かけるか信じるか信じないかってやつね。はい、そんなとこですかね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日は、まあ、僕の端末見てるわけですけども、はい、3章がアップデートされたということで、はい、まだ女子使ってんのか。使いますよ。早くダイヤ使って男に変えなさいよ。本当だ。あ、そうか、ダイヤいるんだ。そう。いや、もじゃこ可愛いですよ、本当に。もじゃこ？もじゃこ？もじゃこ？あ、もじゃこってなんかでも響きはいいな。まあいいんですけど、うん、なんかね、今回、はい、あのネタバレになるから言わないですけど、うん、はい、あの僕の大好きな某あそこが舞台で。某あそこって。言い方考えろ。しかも某2回言わないで。某あそこってどういうこと。そんなつもりじゃない。本当そんなつもりじゃない。もう、いや、すごい胸熱なストーリー展開で思わずバシバシ進めてったんですけれども、はい、あの EX が2つあってですね、はいはい、その片方を
なんかね、頑張ってるらしいんで、今回のね、この1本で EX2 個パパッとマジャギを攻略するという回で、まあ、1個しか攻略じゃない、クリアしてないんですけどね、とりあえず1個、とりあえず1個いきます、とりあえず1個再現できるか行ってみようかなと、ほう、いう感じでございます。結構なんかね、話に聞くとすごい難しいらしくて、うん、なんかもう強い人しかできないじゃんってなんかっていう意見結構聞くので、あ、そうなんですか、だからモザイクがクリアできるんだったらね、そうしたらまあ大抵の人はクリアできると思いますよ、できるわなるね、それいいね、いいコンテンツだ、そうしましょう、うん、ということで早速、はい、フレンドはサトシの体験を、はい、あ、強くね、サトシなんかスフィアもなんか強くない、すげえ強かったけど今パッと見強かったけど、いや、そんなスフィア噂によると、このリーダースキルのスフィア全部の X スロー、あ、そう、リーダースキルいいんですよね、まあ、でも、はいはい、一応もっと弱いリーダーの人でもクリアしました、うん、だからまあ、まあ、やり方ですよね、結局、うん、撮影の進行を考えてね、なるほど、全ステ 25% アップだって、 いいですよね、これ上の方の EX クリアすると手に入るんですよね、ネパーで見た感じで相手は炎ということですかな、相手は炎です、炎です、で、回復 &BB マーチにセラを持っていきます、うん、お、相性もいい、ね、結局疲れたんですよ、やっぱり、ね、それいいっすね、第3部でいいじゃないかっていう、あ、しかもセラが進化してない、そう、あえて進化させないんですよね、へぇ、まあ、それ多分ありですね、さすが、うん、怖くて星5で言ってる人も多いみたいなんですけど、星5はやっぱりまだね、今のところでは制限があるので ね、はい、召喚術レベル上げないと重くてしょうがない、うん、一回進化させるともう後戻りできないじゃないですか、ボールメオン使うんですか、いい、ボールメオン使います、いいの持ってるね、これ唯一僕が持ってない人気なんですけどね、おっと、そうなんですか、フロンティアハンターだもん、フロンティアゲートでしょ、ハンターで、ハンターか、こっちはハンター、あ、そっか、ハンターだ、へー、まあ、もうすぐ取れるけど、うん、それちょっと真似できない、うん、それ真似できない、それ困るな、そんなこと言われると困るな、もう大丈夫、それ今 Now で僕が真似できない、ジェナ、ジェナ、ジェナはもう本当、うん、アロンさんにつけさせないと、ああ、まあ、回んないんですよ、まあまあ、ジェナはまあ、うん、いいんじゃない、ボールメオン、まあまあね、でそのぐらいの人気の入手難易度で言ったらレドクローが、うん、でマハルとジェナとボールメオンはコツコツ頑張ればできるから、まあまあね、よしにしてください、いいですよ、うん、いいですよ、ありがとう、きっとまあ他のスフィアでもいけるのかもしれないけど、まあ、セラはなんとかなるんですよ、回るんですよ、うん、問題こいつなんですよ、アロン連れてくんだ、半減がいないと、ラベルドないんですか、ラベルド持ってないんですよ、あー、なるほどね、進化させちゃったと、今星5で持ってる半減ができるならばラベルドの方がいい絶対いいと思う、へぇ、けどアロンしか持ってなくて、クランツの方がいいんじゃないですか、クランツも持ってないんですよ、あ、そうなの、だから唯一持ってる星5の半減がもうアロンしかいない、あれですね、うん、候補の3番手のアロン使ってもいけんだぞっていうところを見せたいと、そうですね、見せたいと、で こいつをこう回すたびに、まあ、ひらめきですね、そうですね、うん、でニブレイシアとジェナの方がさっきのセラーに、うん、装備させてたやつよりも BB の増加が上っぽい表現を見ると、じゃあいきましょう、はい、うん、ということで行ってみたいと思います、はい、というわけでアイテムは、はい、アイテムは回復とかないんですね、回復はもうセラで、セラ任せで、蘇生武神と聖水、はい、呪い使っていくんですよね、なるほど、だからあえて、自分のやつの、あ、そんなことないか、はい、リーダースキルでね、うわ、状態異常かかりにくくなる、あったあった、あ、なるほどね、で、なんとかしたいなという感じです、ということで、はい、行きたいと思います、いってらっしゃい、星4セラって、うん、異常無効ないんですか、あるんですか、異常回復はあります、回復かこのケースまだやってないんで、うん、勉強しようかな、いきなりピンチですけど、いきなりピンチですね、はい、ということでやってきました、バラムガラム、はい、ですね、ネタバレだ、え名前だけ言っただけなのに、これ誰だ、なんかストーリー読むとね、これが誰かって分かるんですけど、うん、それ置いといて、うん、5ターン、これターン管理がね必要っぽくて、5ターンに1回、まだ 1だよ0 1だよ、で5ターンに1回、5ターンに1回 100% プラス1のなんかダメージを与えてくるっぽくて、現状の死ぬじゃん、 100% プラス1だから1残るんですよ、 100% プラス1のダメージだったら死ぬよ、なんで 100% 引く1じゃないの、確かに 100% 引く1だ
多数一だったらオーバーキルしとるやんけ。確かに確かに、うん、その通りだ。ということでいきます。ドンドン。でもとにかくアロンを回したいんで、セラに、B、電池がちょっとついてるんで、うん、なるほどね。こうセラを最後に打つ。ほんとちょっとですね。はい、でアロンも火ダメついてるんで、とにかくアロン、アロンちょびっとやれ願ってる感じですね。はい、はいはい、2段目、これでサトシ止まるかな。溜まった優秀。アロンとセラどっちも電池ついてるんで、まあ、ちょっとしか上がらないんですけど、まあ、だいぶないよりはマシっていう。ああ、で呪われると。そうですね。でまあ使わなくてもいいんですけど、こういう時3ですね。で、うん、アロン溜まってないじゃないですか。はいはい。で多分セラ使っても溜まんないんですよ。そうですね。でこういう時は、防御します。へえ。防御してないけど、ちょっと温存で、あの水属性じゃない2人は防御。おお、へえ。多分大丈夫なんです。でこの時、この、うん、あくまでこのパーティーだと、あのサトシの体験だと BB が、うんうん、あのステアップあるんですよね、うん、攻撃と防御を上げてくれるはず、はあはあ、そうですね、攻撃と防御3ターンかなりアップ、うんうん、これが結構大きいんですよね。なんか攻略っぽいね。これのおかげで、ね、あの防御でなんとか耐えられますと。でこれで 4、 これ4で、次が4か、まあいっか、行こう。なんかセラを打って、うん、剣が出てきそうな瞬間に他入れると割とスパークした。そうっすね。あ、セラが呪われたのは嫌だ、うん、そのためのアイテム、そのためのアイテムなんですけど、次がちょっと嫌なんですよ。さあ問題の5ターン目で、はい、これでなんていうんですかね、全員打っちゃうと、まあ、生き残れるんですけど、うん、HP が1しか残んなくて、はい、セラを打っても回復しきれなくて、結構不安定になってくるんですよ、うん、だから僕の場合は全員防御でしたね、うん、でそうすると半分ぐらいです。あ、ちゃんと防御で軽減はできるんですね。そうなんですよ。でこれで火ダメで溜まって、次からまた立て直せるっていうので、また1ターン目に戻ります。へー、まあいいじゃないですか。今のかっこよかった。うん、ちょっとぽい。でセラでも回復します。へえ、いいね。ちなみに次の注意点は、で次の注意点は多分、まあ、今5ターンに1回のやつが、はいはい、もう1回来る頃に、うん、何パーなんですかね、75%あたり、はいはい、で すごく強くなる時があるんですよ。ほう、相手にバフが乗るのがあって、うん、そこが注意ポイントです。そこで活躍するのがサトシの光属性ですと。次が3、これ3ターンですね。光属性がポイントね。これ最初知らなかったんですけど、うん、あのなんですかね、ジュガンナはいはい、ああびっくりした焼肉でも焼いてんのかと思って。何言ってます。あと1ターンで倒せたのにっていう時があって、はい、その時にツイッターで光属性連れてったらいいんですよって教えてくれた人がいて、あら、優しい。じゃあフランスかだね。フランスだね。悩ましいな。4ターン目ですね。これでセラが溜まればフランツセラでいけばいいってことね。フランツ良さそうですね。じゃあ、うん、まだかな、もうちょいかな。これいいんですよね。あの何それ、ペチペチってこう、あ、やってくれて10回アロンが溜まりやすいっていう、何回かちょっとよくわかんないですけど。なるほど。次が5ターン目なんで、あ、違うか、これ4ターン目、これ5ターン目ですよね。だから全員防御、ドーンとくると。これいいな。で悩ましいけど、まあ、とりあえずいきましょう。さあ再度1ターン目になりまして、 75% も切りそうだと、うん、ここら辺で多分バフがそろそろ来た。もう
光がなんちゃらそうバフ消し&、うん、あの向こうが強くなったんですよね。へえ。ちなみになんかバフは攻撃力アップですね。ほう。攻撃力がこれが結構強くて、うん、で光だけが深淵を照らすってこう書いてあるじゃないですか、うん、これがまあ、光属性でいっぱい攻撃するとこのバフが消えるよっていう意味らしく、なのでわざわざフレンド相手は炎属性だけど光属性を連れていく。なるほどね、はい、まあ、だからこれもクランツがいれば楽な話なんです。クランツで水のフレンドだったらもっと良かったですね。そういうことなんですよ。水の槍だったらもっといいかもってことね、うん、はい。で今バフ消されてちょっと危ないんであるのに武士が使えました。なるほど。ちなみにダメージはどんなものなんですか。光属性のやつ1体だけでどうにかなるものなんですか。光属性あそうですね、なんか 3,4 回 DB 相手に与えればまあ、まだなんとかなりそうみたいな。おでも強くなってるね。これ強そう。怖いんですよね。怖いね。あえて全員防御。もう回復しなくて大丈夫。おあれそれって現在 HP の。そうそ う, そういうことか。そうそういうことです。そういうことです。なるほどね。それは半分食らうんだったら危ねえ。耐えるわけないと思ったけど優しいね。現在 HP、 現在 HP 足す低い位置の画面なのか、うん、そうっす多分。へー、そう、それまあ、じゃなきゃ申し訳死んでるもんね、うん、そう、そうなんですよ。で光に圧倒されてるって出て、おサトシの攻撃が通ったと。おこれでまたちょっとバフが消えたんですか。バフが消えてます。あ、ほんとだ。おー3つ乗ってるんですか。3つ乗ってたんですね、うん、攻撃アップと呪いもしくはタイミングよく乗ってたやつも全部消えたかなって闇属性不要が、っていう感じですと。いや光がいなかったらあれがずっと続くってこと。そうなんですよ。やだ辛いね。やだ結構辛いんですよ。これ光必要だな。だからラベルドにしてでフレか自分を光にするかフランツにしてフレを、まあ、どこかしらに光の要素があるとやっぱいいと思いますね、うん、ね。で次の注意点は何かありますか。次のうちしばらくないですね。これで、うん、なんだ 30% ぐらい、はいはい、多分 30% ぐらいか、うん、15% ぐらいでまたさっき の, あのバフが乗るんですよ、はいはい、でそれを乗り切ったらクリア。であとはまあ5段に1回気をつけておけば、あとまあ 呪, い、ね、呪いでね整数が足りるかっていうところですかね。そうそうですね。そういうことですね。なるほど。なんか攻略っぽい ね, ね。来ましたね。これが2回目のバフ、うん、はい、まあ 30% ぐらいですかね。やっぱ光だけが深淵を照らすって言って、はい、こっちのバフもバッチリ消されてますと、うん、よいしょ。ただ聖水も武神もちょっと心もとない。ちょっと心もとなくてやばいですね。今ターン数的には4ターン目。4ターン4ターン目か。4ターン目か。これ本当悩ましいな。でもバフ乗ってるんで。乗ってるんですか。向こうの、ああ向こうの向こうにバフが乗ってるんで、はいはい、アロンからのサトシはやっぱ使いたいですね。ああ、うん、結構いい電池ですねアロンは。そうなんですよ。スキャよりも大きいんじゃないかな。あ間違えた。あこれやばいぞ。大丈夫大丈夫。アロン止まってなかった。次5だから大丈夫。あこれマジやばい。あ次今4か。やばい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 。ああっちゃったよこれ。何ちょっと順調だからって申し訳らしさ出してんの。大丈夫大丈夫。これ5 これ5。これもガードじゃないですか。これでも現在 HP だったら別に死ぬ、ね、まあでもあれかアロンは死ぬのか。いや死なないですね。あ1ないのか。 HP1 だったら死ぬんですよね、はい、うん、いやーちゃったな。タイミングだったんですね。合わせたんじゃないですか。演出か。そうそう、ドラマを見せなきゃいけないっていう。ちょっと違うよ。ちょっと盛り上がりを作るかって。違うからね。うまいよね。うまいな。うん、相槌適当っていうののこれ多分アンチテーズだね。聞いて。うん、聞いて。何言おうとしたか忘れちゃった。はい。バフ消しました？敵の。まだ残ってますか？まだ残ってるんですよ。これ結構やばいぞ。もう精神の数もね。セラ行くしかないね。これ二段目。大丈夫だよ。大丈夫そして、うん、防御ですね。武神は残っ
ティ1個残ってるから、おっと、おお、あ、バフ残ってると、そうなんですよ、ね、事故るんすよ、やばいぞ、もうやめて、もうやめて、これはやっぱサトシのね、ビビーやっぱ早く打ってバフ消したいですね、というかクランツだったらねって思いますね、いや、そうなんですよ、3ターン目これほんとやばいぞ、まあ、どこに光を入れるかがやっぱこのね、あ、この、うん、エクストラのポイントなんですかね、ね、これアロン溜まってなかったですよね、え、清水使っちゃえば、あと1個だよ、俺だったら使っちゃうかな、アロンにで、武神薬使っちゃう、使っちゃうと思うよ、使い尽くしちゃう、うまい、それはまあ頑張ってあ、でも確かにな、火力がそんなないから、もしかもね、サトシに武神使ってここでバフを消す勢い、今どんだけ光ダメージが持ってるのか分かんないけど、分かんないけどね、そうっすね、なかなかね、考えどころね、僕的にはセラ打ってモジャゲ通常して2人防御でなんとかしのげたら、まあ、一応ね、蘇生も残ってるからね、そうなんですよね、1回1人だけだったらなんとかなる、頑張れ、うん、あ、アロン溜まってた、溜まってる、よかった、うまいな、うまいな、うまいな、モジャゲドラマ作るな作るな、サトシも打てたし、怖かった、超怖かった、そしてサトシ打ったけど、あーっと、これアクア滅んだこれでもこの3人でクリアしたら、もうじゃあ何やってんだよっていう、ね、いい感じの絵になるけど、まあ蘇生するでしょうね、まあ、でもアロンがこのターン打てないからどうなんだっていう、そうっすね、でもバフ乗ってるから気力事故っちゃうんですよねっていう、そうなんですよ、これまた難しいとこ来たな、まあ、でも全部ね出し切っちゃってもいいのかなと思いますけど ね、まあ、ね、でも4でしょ、ガードで耐えて5ターンでまた耐えればアロンも溜まるかも、呪われる可能性はある、呪われる可能性はありますけどね、蘇生と武神使っちゃって、うん、完全立て直しのパターンかな、はい、4ターン目だし、あとちょっとここさえしのげば、おい、頼むよ、いやー、そうはそうは、さあもうちょっと頼む、事故らないでくれ、事故らないでよ、事故らないでくれ、頼む、頼む、やめて、やめて、やめ、お、あーっと、おお、あ、やめて、やめて、やめて、本当に、本当に、この後また来るときなんですよ、やめて、来た、お、結構長いね、こいつ、おー、5、分かったんじゃないですか、これいったんですか、ここは別にもうガードでしのげるから、うん、あれ、これって、あそこで乗るときあるんだっけ、怖いな、ないんじゃなかったかな、今見た限り、一応、やだな、よいしょ、よいしょ、これで呪ってきたら、なんでここで聖水使ったって話になる、おお、おぉ、うわ、いやー、いきます、これいったでしょ、いってくれ、いってほしい、本当に、もうやめて、意外と火力がな、うん、まあ、守り重視だからね、うん。ここで変なことがっていうか、そろそろバフ消えないですね、そう、消えてほしいんですよマジでバフ消えないな、まだ、いや、これまずいぞ、まだ次ぐらいで消えるんだ、いやー、これでも防御しないとダメなんですよ、あ、半減打てないからね、ここで変な事故が起きないけど、よっと、おっと、おっと、わからなくなってきました、ちょっとわかんないな、うん、これサトシまだ打てないからね、確か、そうっすね、でもアロンがいるからね、どうなんだ、打てるかもね、どっちを先にするかなんですよね、セラ、セラ、あえてのセラかな、電池的なアロンの方は多分、あ、打てた、打てた、これでね、バフ消したらもう、頼む、消えて、そろそろ消えて、お、スパークもした、さーて、消えた、おー、うまいな、うまいな、ドラマ作るな、計算通りやな、 4ターン、これで4ターン、これ 4?4?4? これ4しんどいでしょ、呪われる相手によってはちょっとね、いや、おあのちゃんと一人一人いきますよ、頼むよ、お、呪われない、やっぱね、バフの態度全然いいですね、いや、全然違いますね、それでもガードしてなかったらアロンはやられてた、うん、本当だ、やっぱね、有利属性だね、
で5ターン目、はい、5ターン目、うわよし、これは今度こそいったんじゃないかな。これであと2ターンぐらいで削れない ね, ねいや登ってきやがったセラ、セラじゃなくてよかった、ね、怖っ。ちゃんとスパークさしてね、セラ1番に打つときは。でもこれ防御っすよ。あ、そう、あ、そうだね、反撃打たれたのは水だけ打って防御打ちたいけどね。おお。お。頼むよ。これ次で見えるか。来たかな。これ来たんじゃないですか。いやー怖い。うん、そう、最後のピッっていうのがね、あれでやられる時があるんですよね。ピッて。頼んだ。来たー。よかった。はペッてなんとか達成、なんとか再現性、まあまあなかなかねできましたと。あ、でも結構攻略っぽかったんじゃないですか、ね、要点を抑えた。よかった、スフィアもそこまでだし、あの、うん、ガッチガチじゃないし。じゃあ次行こうか、うん、早い早い。一応一応ね、あの何が手に入るかっていうのを紹介させてください。あのこれで、うん、クリアするとととここのステージに由来のある、はいはい、あの武器が手に入りますと。あ、武器なんですね。そうですね。うん、カマっこが手に入りますと。まあ、カマ見えてないけどね。まあ、カマなんで、うん、当然ついにしか見えないんだけどね。闇にしたくなると。あの 2D だとまあね見えますね。あと男の方だともうちょっと見えますが、クロムっぽい。この髪型そうですね。クロムっぽいね。クロムっぽいね。はい。へえ。っていうのが手に入りますっていう感じですね。なるほど。で闇の特徴が、何かな。どこを見ればいいのかな。武器スキルですかね。まず BB が、HP 吸収と弱点属性ダメージアップですね。みたいな。まだあんまり成長させてないんで。なるほど。わかんないですけど。あと EX スキルが強かったんだ。EX スキル。ほう。この、うん、戦艦の聖弾って読むんですか。はいはい。スパークダメージを 50% アップ&BCHC 出現率アップ。あ、いいな。あ、いいですね。うん。だったはず。違うかも。違ったらごめんね。違った。本当、ほら違った。もう。もう。ごめんなさい。やり直してね。うん、血湯のマガマっていうのは、はいはい、血の癒しの魔の釜、うん、攻撃力回復力 20% アップ&被ダメージ確率 HP 少し回復と。あ、ベイオルっぽいやつ、うん、はい、いいね、大事大事、うん、はい、ほいという感じでございました。おーい、はい、お疲れ様です。じゃあ次、はい、よかった。じゃあ次行こう、次行こう、次行こう、次はサトシがクリアしているらしいんで見せてくれると思います。いや、クリアしてるよりはやっぱね、初クリアだもんね。ね、見てみたい。じゃあそれ次で。今日疲れたでしょ。これもうお腹いっぱいでしょ。このまんままたやるの。いや、どっちでもいいよ。どっちでもいい。1個休もうよ。わかった。じゃあ次回は2個目のエクストラで。うん、あ、いや、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、頑張った。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひお願いします。ぜひぜひ登録してください。はい、はい、コメントの方もね、はい、どしどし募集してますんで待ってますよ。はい、モザキが何でも拾います。触れてきます、積極的に。みささきさんとね。はいはい、というわけでね。はい、何ですか。終わりです。またねー。バイバイ。